ゴロリとかって感情ねえし、私は顔面偏差値40だから、みたいなこと言うんだよ、あいつ。いや、別にお前普通だから、なんでそんなに自信ないの？別にさ、なんでそんな、お前ちょっと可愛げがねえよ、とか。いや、私は顔面偏差値40だし、大学もバカだし、お金持ちなのは親だけだから、どうせ純ちゃんも私と結婚してくれないし、って口癖のようにさ、全然ぶりっ子の正反対っつったよ。笑わねえから口角垂れ下がってたし、ムチーって顔してたし。声も低いし。なんでだろう、俺ぶりっ子とほんと付き合ったことねえわ。だから憧れてんのかな。一人もいねえわ、ぶりっ子。えなんだけど、みたいな。デートしててもさ、あ、かわいい！今日、何、ミッキー、超かわいい！みたいな。全然ね、ゴロリなんて、全然テンション上がんねえからね。モナカ食べたいって言ってたわ。デートで、ディズニーランド行った時、ボソッと、モナカ食べたい。もっとなんか、ねえねえ、うんこちゃん、チュロス食べよう！いや、あのさ、チュロスの端の端からさ、一緒にさ、モコみたいにさ、もう芋虫みたいに、カリカリ食べてって、ギリギリで止めようみたいなことやりてんだよ、俺も。カリ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 って、ウサギみてえにさ、クソ気持ち悪い。カメムシみてえに食ってさ、燃え上がりてえの。何がてめえモナカ食いてんだよ、殺すぞ、この野郎と思った、俺。男側の問題もあるのかもしれない。ぶりっ子を引きつける男って多分さ、うわー、イエーイみたいなやつがさ、まあ、やだ、やーほーみたいなやつがさ、の隣にぶりっ子がいたら、絵になるじゃん。ぼっそーってなんか、暗黒 T シャツ着てさ、デート行くようなやつがさ、の隣に、ゲロちゃんとかの隣にぶりっ子いたらさ、なんか様になるじゃん。それがいけねえんだろうな。わかるでしょ、ニュアンス。立山の配信の帰りの空気は、あれ俺の素だよ。ゴロリといる時の。スースー。しかも俺甘えられるの好きじゃねえから。甘えたいタイプだから。無口なのに甘えたいって立ち悪いだろ。横山緑みたいな感じだ。って言って、おっぱいもむみたいなさ。あ、だから俺、居心地悪いんだな。キス、みたいなさ。あ、だからか。ちょっと直すわ。多少、この配信のさ、陽気な純ちゃんを見せていくわ。そうしよう。バルバルみたいな。あ、そうしよう。そしたら俺結構モテそうじゃない？もっともっと。俺、ブスじゃないじゃん、絶対。で、比較的明るい要素も持ってるから、そういう時にやっぱテンション上げてった方がいいんだな。第一声から俺違うもんな。タクシーで迎えに行って、それがダメなんだな。そうしよう。ああ、ごめん、ごめん、ごめん、マジごめん、ちょっと、混んでてさ、遅れちゃった、ほんとごめん、めんご、めんご、今から焼肉食べに行こう、豚殺してさ、みたいなこと言うわ。テンション上げ目で行くわ。そうしよう。女と喋るのに俺の声帯がもったいねえ、みたいなさ。そういう感じで行くわ、今度から。ねえねえ、知ってる？今俺たちさ、パクパク食べてるけどさ、豚、これ3頭くらい死んでたぜ、あいつらざまあねえよな、みたいな。ピーって、豚が死ぬ時の声ってさ、あれだよ、ピーって言うんだよ、つって。鳥みてえな声出しやがった、あの豚野郎、つって。盛り上げよう。今度から、宴会部長になろう。コンパとかで。俺が回すわ、コンパ。コンパ回す放送しようぜ。付き合ってくれよ。俺の放送見てる女と、俺の放送見てる男どもで、今度なんかそれやろう。今度やろうぜ、相席屋で。いや、相席屋放送できるよ。俺が合コンの司会やるわ。ゴロリめっちゃ暗いよ。あいつほんと暗いよ。マジで暗いよ。でも、ま、あい、でも、女の中だったら相当面白いわ。なんかね、突拍子もないのね、ほんとに。俺があげた指輪、なくしたんだけど、まあ、安物の指輪あげてなくしたんだけど、なんか、なくしてねえって言い張るみたいな。そのなくした指輪、俺が見つけてんのに。ずーっと言い張ってた。え、俺持ってんのに、つって。渡せねえのだから、俺も。なくしたって言ってくれたらさ、いや、おめえふざけんな、見つけたよって言いてんのに、なくしてねえって言い張ってるから、俺も渡せねえっていう。
この前それカミングアウトしたら、おめえあれなくしたっていうの嘘だったの、俺まだ持ってんぞこれっつって。ふーってドナルドダックみたいな。マックのさ、マスコットキャラ、ふーって。犬神家みたいに笑うんだ、あいつ。でもまあ可愛らしいよ、ほんとに。あの子と結婚する旦那さんはほんと幸せ者になるよ。あのね、ヤマトナデシコ。ほんとにこんだけ、なんていうのかな。ちゃんと後ろで、しっかり。ほんと幸せになってほしいね。幸せになってほしい。唯一だな、俺のなんか、幸せを願う元カノみたいな。ちゃんと、ほんとだから彼氏紹介してほしい。じゃないと、お前こいつやめとけ。言ってあげたい。ちゃんとしてるわ。なんで固くなりごろりと結婚しないの。なんで結婚相手を俺に選ばしてくんないの。結婚相手ぐらいはちゃんと選ばしてよ。そんなネタで結婚できねえよ。でもまあ、出会うのが5年遅かったら結婚してたかもしんねえな。俺が今の年32で、ゴロちゃんとが23ぐらいだったら、あと5年経ったら結婚したかもしんねえな。そう、難しいんだよ。付き合う付き合わねえとかじゃねえんだよ。本当に。結婚ってなったらやっぱ、もうタイミングなんだよ。本当に。お。俺今さ、結婚したくないの。でさ、ゴロちゃんもうやっぱ20、もう若くないから、そういういい加減な気持ちでずっと一緒にいたら、失礼なんだよ。その、彼女が幸せになれないわけよ。だから33とか4とかになって結婚してさ、子供、なんていうの？ウィザンっていうの？一番最初に子供産むってなったらなかなか厳しいだろ。勢いが、今俺本当に無理だもん。考えられないもん、女のこととか。考えられないんだ、今。なんか。ただね、自分のことばっかり考えるようになってから、セックスの気持ちよさが尋常じゃない。俺今まで多分相手のことすげえ気にしてたんだなって。20代の頃とかさ、なんかチンポ立たなくなっちゃった時とかあったのね。でも自分のことをしっかり考えるようになってから、ものすごい気持ちよくなった。めちゃくちゃ早漏になった。30秒ぐらいでいっちゃうもん、最近。30秒持たないよ。俺、やっぱ、加藤の純ちゃんといえばさ、方形の上に治療っていうのがさ、一番の強みだったじゃん。そこが俺のウィークポイント、ね、一番の強みだったじゃん。ただの皮かぶりになっちゃった俺。方形で早漏。刺激に慣れてないから。何のギャップも上がらずだ。ただの方形になっちゃった俺。今までさ、いや、俺方形だけど治療なんだ、みたいな。俺のストロングボイドゼロになったら、ただ皮かむって、早漏、刺激に慣れてない、痛いやつになっちゃったんだけど。一軸みたいなポコチにしてさ、エッチしたらすぐ行っちゃって、あー気持ちよかったね、つって。ほんと情けねえわ。俺は摩擦より締め付けですぐ行かそうなんだ。